ここは無限に広がる大宇宙の埼玉県蓮香で、最高のおバカンスを迎えるために新幹線に乗って九州に出発、おしんこー、ああ しかし父ちゃんがいない里帰りをしたら、じいちゃんとばあちゃんは悲しみますな。誤解される言い方するんじゃない。パパの九州出張に合わせて熊本に行くの。それに今回は里帰りじゃなくて、ママの幼馴染のところにお邪魔するんだから、二人ともいい子にしててよね。しんのすけたちは夏休みの一週間、九州に住むミサエの古い友人ヨヨコの家にお世話になることにしたのです。熊本、熊本。おお、こっちこっち、疲れただろう。途中からみんな寝てたからあっという間だったわ。うっ、なんだ。うっ、あっという間の長さを実感してるのね。一行が着いたのは熊本駅。でも目的地はここからさらに2時間かかります。うふい、ちょっとそこ行く怪しい家族連れ。へえ、うん、なかなかだな。やりますな。の美人の若奥様。何、私のことかしら。皆さんで我が社が誇る画期的大発明のモニターをやりませんか。うれ、もなか食べたいぞ。モニター、商品を試しに使ってみませんかってことよ。これはタダでいただけるんですか。さすがにそれはないだろうし、なんだか怪しいような。いえいえ、もちろんタダ。1週間使っていただき感想をもらえればよいのです。怪しいわね。でもタダなら。これは我が輩がライフワークとする研究テーマに沿った発明品で、古代からの伝承を想像力によって飛躍的に跳躍させた現代科学の粋でありロマンです。では記念撮影を。おう、じゃあお言葉に甘えて。はい、チーズ。謎の男がシャッターを押すと、奇怪な音とともに地面からカゲロウが立ち上がった。あれ、オラどこにいたんだっけ。しんちゃん何言ってんの。寝ぼけているんじゃないのか。いかがでしたか。これは撮った写真がイラストになり、日記などに貼れるようシールとなってプリントされる画期的かつ不思議なカメラ。素晴らしい発明でしょう。確かに絵が出てきたけど、手品みたいに種も仕掛けもあるんじゃないの。
もう少し使ってみないと、まだなんだかわからない。もう夕方、どうやらシロが迎えに来てくれたようです。